ワルシャワ歴史地区は第二次世界大戦後に再建された歴史地区である。この地区はビスワ川沿いのワイブルセスグランスキー通り、およびグラドカ通り、モストア通り、パドアレイ通りに沿って位置する。ワルシャワ市の最も古い地区であり、同市における最も欠出した旅行者向け観光地の一つである。エリアの中心は旧市街、マーケットプレイスでレストラン、カフェ、商店がある。 通りを囲むように再現された中世の建造物がある。城壁、城楼及び聖ヨハネ大聖堂などがある。ワルシャワの旧市街は13世紀に建設された。当初は土塁で囲まれていたが、1339年までにレンガの城壁による城郭都市とされた。市街はマゾフシェ港の城の周りで独自に発展していった。 市場広場は13世紀末から14世紀初頭には、城とワルシャワ新主街をつなげる、期待と伸びる主要な通り沿いに建設されたと思われる。1429年、市庁舎が建設された。1701年には、広場がドイツ人のドイツのティルマンによって再建され、1817年には、市庁舎は取り壊された。19世紀以来、市場広場の四隅は、 それぞれの角にかつて住んだ特筆すべき、ポーランド人の名前で呼ばれてきた。すなわち、南側がイーグナツェ・ザカーズスキーであり、西側がヒューゴ・コリターッであり、北側がヤン・デッカートであり、そして東側がフランチ・シェック・バースである。19世紀のワルシャーの急速な成長の時期、旧市街は商業及び行政の重要な中心としての地位を失った。 旧市街のほとんどは無視され、ワルシャワっ子のうちでも貧困層が集まるようになった。第一次世界大戦後ポーランドが独立を得るまでは、地方当局はこの町のこの地区のために注意を払うことをしようとしなかった。1918年に、ワルシャワ王宮は再びポーランドの最上級の権威者、すなわち、ポーランド大統領やその首相の執務地になった。1930年代後半、 ステファン・ストスインスキー氏聖火、市当局は旧市街の一新を開始し、かつての栄光を復元しようとした。上楼と旧市街のマーケットプレイスは部分的に修復された。しかし、これらの努力は第二次世界大戦の勃発によって終わりへと追い込まれた。ポーランド侵攻の間、旧市街地区のほとんどがドイツ空軍によってひどいダメージを受けた。ドイツ空軍は恐怖爆撃の際、 町の王宮地区及び歴史的ランドマークを標的に絞った。ワルシャワの戦いの後、旧市街の一部が再建されたが、1944年の8月から10月までのワルシャワ放棄の後再び、ドイツ陸軍によって計画的に爆破された。暴動を記念する超像ザリトルインサージェントは、現在旧市街の中世の城壁に建設されている。第二次世界大戦の後、 廃墟と化した旧市街は社会主義に基づくソビエト流の街に作り変える計画によって消滅の危機にさらされたが意図と目的を持って破壊された街並みは意図と目的を持って復興させなければならないという信念と失われたものの復興は未来への責任であるという理念のもと再びポーランド人自身によって厳密に再建された元々の建物に使用されたレンガはできるだけ 再利用された。破片は古いにかけられ、再利用できる要素は、もともとあった場所に再度挿入された。ベルナルド・ベッロットの18世紀のベドゥータは、戦艦期に、ワルシャワ工科大学の建築学科の生徒が描いた、写生と同様、再建努力の根本的な拠り所として使用された。一方、旧王9は、戦後も爆破後の廃墟のままの姿であったが、 旧王宮の復興を許可すれば、ポーランドには過去に社会主義でない歴史が長くあったことを伝える証拠となってしまうというポーランド統一労働者党政権の方針によって1971年まで復興が差し止められていた。そして旧王宮の再建が開始されたことによって、ワルシャワの戦いの最中に隠されていた美術品や装飾が再び配置され、 1970年代半ばより国立博物館の一部や祭典会場として使われるようになった。パノラマ、ワルシャワ旧市街のマーケットプレイスこの世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。世界遺産登録の際、破壊からの復元文化財は登録に値しないという理由から登録が危ぶまれたが世界遺産登録の中心となった。 ワルシャワ工科大学教授ヤンザ・フファトビッチは、旧市街は復元されたからこそ、登録に値する。もし旧市街が破壊と復興の歴史がなく、残っていなければ登録しようとも思わないと説得した。この結果、ワルシャワ旧市街は、破壊からの復元及び維持への人々の営みが、評価された、最初の世界遺産となった。ありがとうございます。